勝地から、勝利機は、日本海軍の布施艦。太平洋戦争中、特務艦、測量王艦に、艦種変更された。布施艦、特務艦、勝値力は、日本海軍の機雷布施艦、排水量約千五百トン。九百十七年、大正六年一月に浸行した際は、布施船、勝地からだったが、九百二十年、大正九年四月一日付で、 日本海軍の軍艦となり、布設艦に類別変更された。旧式化に伴い1935年、昭和10年7月より、クレチンジュフ部隊測量艦となり、測量任務に従事。太平洋戦争でも、東南アジア方面で測量任務に従事した。1942年、昭和17年7月20日で、特務艦、測量艦に類別変更される。 その後も測量任務に従事していたが、1944年、昭和19年9月21日、潜水艦の雷撃を受け沈没した。日露戦争以降、日本海軍は旧式装甲巡洋艦を不設艦に改造して、機雷船に備え、同時に不設艇として400トン級の夏島島島を建造した。大正時代になると、 巡洋艦改造大型艦と付設艇の中間型として本艦、活力が開発、建造された。従来の付設艇、マインボートの拡大型的な艦艇で、船体形状には小船の雰囲気が残る。速力13ノット、5号機雷100個、上艦ンに120個、戦争内に360個を搭載とする文献もある。 1917年の内容巡行の際は、上艦班に20個、1番から4番までの機雷庫に340個の、計360個の5号機雷を搭載している。手砲は、暗式40口径12センチ砲3門。配置は艦首に2門、艦尾上か前上に1門だが、艦首の2門は、日本海軍では珍しく並列に配置されていた。1935年に、 満州の測量機材を引き継いで測量用に改造された。この時に、後部マストを三脚、測量手上げ下ろし用デリック装備に変更した。公式図によると、主砲全部二門は8センチメートル砲に換装、後部一門は撤去されら審議が設置された。写真日本の軍艦第14艦では、その際、微砲は三年式8センチ広角砲に換装されたとしている。 1942年に撮影された写真では 8cm、広角砲3門が搭載されている。1944年9月の沈没時の兵装は 8cm、広角砲3門、7.7mm 機銃5丁、爆雷となっている。その他逆端の装備が確認される。また搭載艇は、カッター2隻、内貨艇1隻、イカダ2隻も搭載していた。 測量艇は任務に応じて搭載しており、沈没時は4隻を搭載していた。なお、1944年9月の戦時日誌には、推定による、直江任務の記載もある。1915年、大正4年12月10日、日本海軍は建造予定の2000トン給水来、不設船を、勝力と命名する。この艦名は、神奈川県横須賀市、横須賀軍港にある岬の名。 勝力花による。1916年、大正5年5月5日、勝力、一部文献では、勝利決まるは、呉海軍交渉で起港。起港直後の5月17日に不設船が制定される。それまでは、雑役船の扱いだった。同年10月5日、浸水。1917年、大正6年1月15日、浸港。暮れ陳不席。 1920年、大正9年4月1日府で、不設船、かつ地からは、軍艦、勝力となる。同日府で、官邸類別等級の改正により、不設艦が新たに定められ、三隻、阿蘇、津軽、勝力は、不設艦に類別変更された。1935年、昭和10年7月1日、呉れ陳述部隊の測量艦となる。この頃から、 測量館として用いられた南洋諸島やシナ海での測量任務に従事する。1940年昭和15年10月11日横浜港域で行われた紀元2600年特別観艦式に参加。1941年昭和16年6月より南洋方面の測量を実施した後12月1日に横須賀到着。百四十二年 昭和17年1月12日より、呉で入居、整備を行った。横須賀に開港された後3月10日府で、第1、南図海艦隊付属となる。3月16日、第3測量隊と機材を搭載して、横須賀を出撃。シンガポールに進出後、マラッカ海峡やビルマ方面の測量任務に従事した。同年7月20日府で、価力は、 不設艦から削除。特務艦、測量艦に類別変更。引き続き、東南アジアやインド洋方面での測量業務に従事した。1944年6月の時点で、南西方面艦隊に所属し、測量任務についていた。1日、マカッサル機。4日測量艇3隻を乗せて、同地発、測量を行いようか、ソロンキ。 測量艇一隻を同地に残した。翌9日同地発、14日マカシサルに到着した。17日マカシサル発、19日スラバヤに帰着、同地で整備作業や客端装備等を行った。7月4日スラバヤ発、7日バリクパパン機、測量班先発隊と測量艇一隻を下ろした。10日同地発、12日タラ管理、15日同地発、 17日バリクパパンキ、21日同地発、24日、スラバヤに帰着した。測量機材52トンを搭載し8月8日に、スラバヤ発、12日シンガポール機、測量機材を下ろした。イゴパレンンで測量の予定であったが、フィリピン方面で測量を行っていた、第36共同丸が、小測名となる。このため価値力は、 ブルネイ湾の測量を引き継ぎ、マニラへの進出を命令された。便乗者40名や兵器等を搭載し、シンガポールを18日発、22日スラバヤ機、マニラへの物品約70トン等を搭載し28日、スラバヤ発、30日バリクパパン機、9月1日同地発、12日マニラ湾に入港、直ちに出港し、マニラ湾製法で被泊、同地で、 整備作業を行い16日マニラ港に再度入港した。17日同地で新艦長が着任し、全艦長は体幹20日測量範囲25名と測量艇4隻を収容した。また、第36共同丸の生存者9名も勝ち力に収容された。この頃フィリピン中南部はすでにアメリカ海軍艦載機の空襲を受けていた。北部にあるマニラも 空襲の可能性が高くなり、価値力は、ルソン島西岸路に対比するため、21日午前3時に、タンカンマニラを出港した。しかし、北上中の午前11時30分頃に、敵戦闘機約60機を認め、このうち、約10機から午前11時40分頃から約20分間、機銃装者と急降下爆撃を受けた。爆弾2発は回避したが、機銃装者により、 重症者2名、軽傷者数名を出したほか、艦には、機銃弾、約100発を被弾した。価値力搭載の 7.7mm 機銃は敵機に相当数命中したが、威力不足のために、敵機の撃破は一気に止まった。価値力は一旦敵機攻撃圏内から離脱するために、西方二進路を向け、予定を、ブルネー海溝に変更した。午後4時30分頃に、 病院船高さ5丸を認め、重症者2名を高さ5丸に入院させた。同日午後10時30分、北緯13度30分、統計119度20分の地点で、潜水艦発動による雷撃3本、発動の記録では6本を受け、回避行動を取ったが、うち1本が、右舷環境全部に命中、監視を下にして、約1分で沈没した。 沈没による乗員の戦死、行方不明者は、計167名、生存者28名。また便乗していた、南方海軍航路部第四測量班の25名の、うち10名が行方不明となった。沈没天末報告では生存者の少なかった原因として、単管での行動、夜間でかつ、海が荒れていた。沈没が急だった。沈没後に、 敵潜水艦が浮上し、銃撃を行ったことを挙げている。生存者は浮いていた。カッター1隻と測量艇1隻に乗り、カッターは24日、測量艇は25日にそれぞれルバング島に到着、現地の陸軍情報隊で合流した。24日から数回に分かれて、マニラへ移動。30日生存者はマニラに集合した。生存者のうち、歌詞艦10名と、 容認 1>, 1名は9月30日府で、呉海兵団に転勤、重症者4名は、第103病院に入院、残り12名は、第5補充部に転勤した。11月10日、勝値力は、測量艦及び、帝国特務艦席から削除された。不設艦2席、八重山、青高も、同日府で除籍されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。